武蔵国府跡史跡整備地国画は日本の律令制において国主が地方政治を遂行した役所が置かれていた区画である。国画に勤務する官人、役人や国画の領地を国画と呼んだ例もある。閣僚政国の中心地に国画など重要な施設を集めた都市域を国府、またその中心となる政務機関の役所群を国画、 さらにその中枢で国主が儀式や政治を行う施設を国庁と呼んだ。国画の中枢にあった建物の柱と主な国外席には武蔵国画、津王国画、宝岐国画、北地国画、大見国画、土佐国画などがある。これらの国外席から各国の国画区画プランにいくつかの共通点があることが分かっている。国画の中心的な施設として国庁正殿が置かれた。 正殿の前後には、前殿、後殿が設置される。正殿は、北より正面に南向きに建てられることが多かったので、脇殿は東西に置かれ、それぞれ東脇殿、西脇殿と呼ばれた。中央を広場とした。建物配置は左右対称である。これらの観覧群は、月地米。 掘立柱塀で囲まれた区域内に整然と配置されており、この国外機はおよそ数十メートルから百メートル前後、四方に区画されていることが多い。敷地の周囲は、堀立柱の板塀や築地塀や溝で区画し、南に門を置く。建物構造は、掘立柱や礎石たちの二種。ただし、国庁正殿や国外機の規模は、各国ごと、時代ごとに異なっており、 各国が区画プランを比較すると共通点より、むしろ差異が目立つ。国庁の周囲には、事務消耗品、備品や武器を製作する工房や、食事のためのクリア屋などのほか、国士の生活の場である、国士館、租税を収蔵する焦燥などが配置されていた。これら建築軍の配置対応は、各国によって、全く異なっている。国庁、軍庁は、全国的に見ても、 遺跡の判明しているものは極めて少ない。その理由としては、廃絶後長年月が過ぎていて遺跡が忘れ去られていることが多いことや大部分が掘った手柱建物なので地表に移行を留めることがないことなどが挙げられる。最初期の国画は、律令制構築段階の7世紀後期に登場したと考えられている。しかし、この当時は、 地方政治制度が十分に確立していなかったので、後に見るほど確固とした国画が成立したわけではなかった。8世紀前期から中期にかけての時期、国画は安定的に営まれるようになる。この時期が国画の成立期だとされている。国画には律令の規定に基づいて守る、助、上、目の国史四等官と初記官である文雄が勤務した。 この他の国画職員としては、国博士、国医師、国士といった専門職員や増用によって挑発された使いテーラーがいた。合計すると小国では数十人、大国では数百人とかなりの規模の人数が勤務しており、国画を中心に都市的な領域が形成されていた。旧世紀頃から律令法制と社会実情が次第に乖離していき、 同世紀末には、律令規定に基づく、地方統治が困難となると、十世紀前期、朝廷は、統治権限を大幅に国史へ移譲する、国政改革を行った。国史は大幅に増えた権限に対応するため、国画機構の強化に努めるようになり、租税収支を所管する部署や、軍事を所管する部署、庶務、雑務を所管する部署を国画に整備していった。同じ頃、 国師が人国へ赴任せず、木代という代理人権監督者を現地派遣し、現地の有力者や官人に国画政治を任せるケースが増えていた。11世紀12世紀になると国画政治の実務は事実上財庁官人が担うようになっており、受領国師は財庁官人の力なしに国内統治を果たすことはできなかった。11世紀中期頃から、 荘園の増加が著しくなり、従来、国河が,が支配していった公電が次第に減少していった。国河はこれに対抗するため、支配する公電を領域的にまとめて、軍、保、豪、城などの支配単位に再編成した。こうして国河は、自らの支配域を領域化することに成功し、こうして成立した国河の支配域を国河領という。鎌倉時代になると、 幕府は各国へ守護を設置した。守護は、県断権のみが認められていたのであり、国賀の統治権を侵害する存在ではなかったが、守護が所在した守護所はしばしば国賀の近隣に営まれ、国賀室町時代の守護は、県断権だけでなくさらに強力な統治権限が認められたため、守護は、積極的に国賀の統治権限を参植していった。 その結果、室町前期のうちに国画機構は守護所に取り込まれ、ほとんどの国画は実質的に消滅した。数王国画後の非国画が地名として残存している。例はそれほど多くないが、豊富士国画が比較的有名である。その他の地名としてはがある。下付国庁跡の前田大見国庭跡の比比前国庁跡の難問。ありがとうございます。